どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。ストレッキ製造工場へようこそ。工場長の龍です。さあ本日なんですが、最近ねデッキ破壊でね、あのルーンとかいうね、なんかようわからんデッキが流行ってるらしいですけども、デッキ破壊できるのは何もルーンだけじゃねえっていうことをね、お見合いしていきたいと思ってましてですね、今回はデッキを組んできました。はい、あの診断でですね、落馬城のモンスターが追加されたんですよ。あのアリスちゃんとロリスちゃんがね、あの追加されまして、まあ、非常にそのイラストがえっなモンスターになってるんですけれども、これ悪魔城のデッキって何と相性がいいかっていうと、暗黒世界シャドウディストピアとめちゃくちゃ相性がいいんですね。はい、でシャドウディストピアと相性がいいカード何かっていうと、デッキ破壊ウイルスなんですね。今回はですね、闇のデッキ破壊ウイルスおよび影のデッキ破壊ウイルス、これを使いまして相手のデッキのモンスターと魔法トラップカードを根こそぎ破壊していくという、デッキを作ってきたので、こちらを使ってね、デュエルしていこうと思っております。どういう、効果かっていうとね、闇のデッキ破壊ウイルスはこれでやりましたけど、ルーメタの時に、攻撃力が2500以上の闇属性モンスターリリースすれば魔法トラップカードを宣言して、なんか相手がドローしたカードとフィールドのカードを見て、でその宣言した種類のカード全部破壊するっていう、まあ、デッキ破壊効果、はい、と、影のデッキ破壊ウイルスは何かっていうと、守備力が2000以上の闇属性モンスターをリリースすると、相手フィールドのモンスターと、または、手札相手のターンで数えて3ターンの間に相手がドローしたカードを全て確認して、攻撃力、守備力が1500以下のモンスターを破壊すると。これねデッキ破壊ウイルスがね、なんかねモンスター破壊するのあんま強くないんだよね。なんかデッキ破壊ウイルスの中でもなんかね、攻撃力と守備力がちょっと参照されるデッキ破壊ウイルスがあって、前のデッキ破壊ウイルスっていうのが攻撃力が1500以下で、影のデッキ破壊ウイルスが1500、守備力1500以下っていう状況になってるんですよ ね、 これね結構ねこれ難しいんですよね。これなんかね範囲もうちょっと広げてくんねえかなって思ってるんですけど、これちょっとねあんま強くないっす。ぶっちゃけ、まあ、今回は一応初動潰せるかなと思って、守備力1500以下のモンスター破壊する方の影のデッキ破壊ウイルス入れてるんですけどね。はい、まあ、決まれば実質相手のデッキのモンスターと魔法なんか全部破壊して相手何もできるみたいなことができる。でじゃあコストがいると、これをするのに闇のデッキ破壊ウイルスとか影のデッキ破壊ウイルスを打つのに、このリリースするモンスターが いるんだけど、まあもちろんシャドウディストピアで相手のモンスターリリースもできるんだけど、肩代わりできるんだけど、今回はですね、覇王竜の魂っていうカードを入れてまして、これザーク出してこれるので、まあ、そもそもザークが両方とものデッキ破壊ウイルスに対応してるんですね。でさらにこれザークをこれ羽織る魂の墓地効果でこれ除外してあげると、相手が魔法カード発動した時にね、なんかそのこいつら出せるじゃないですか、ブレイブアイズとかスターブベノムとか、まあ、クリスタルウィングとかクリスタルクリアウィングとか、こいつらがですねシャドウディストピア貼っとけば全部闇属性になれますんで、基本的にですねこれコストになれるんですね全部。はい、ということに私気づきまして、ハオールの魂打ってザーク出してドヤ顔で変身して4体分にして、でその4体を使ってデッキ破壊ウイルス打っていくっていう、クソデッキを考えてきましたので、こちらを、今日は、皆さんにお見合いしていきたいというふうに思っております。なんか思った以上にそこそこ強かったですこれ。はい、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。いやー、ハンドは割と強いけどな。いや、これ、ハンド割と強いけど、これ、なんか、ハオーリの魂通んなかった、通るか、ほぼ。いや、これ結構ハンド強いわ。あ、はい。なんか言わされそうですね、相手。で、テラフォーミング。あ、これ通んないとやばいっす。あ、通った、OK。で、シャドウミス、シャドウディストピア持ってきて、これ、悪魔城デッキと見せかけた、限りなく悪魔城デッキに見せかけたデッキ破壊デッキなんで新規でなんかロリスちゃんとかが来たから使おうと思っていくんだけど、結果としてデッキ破壊になったから、デッキが、はい、限りなくそのなんか悪魔城みたいな顔してるデッキ破壊デッキです。でデッキ破壊デッキなのに覇王竜の魂が飛んできて、これはですねコストを用意できるからですね、デッキ破壊ウイルスのハオリュウザー君打点めっちゃ高いから、これデッキ破壊のねコストになれるのめっちゃ優秀で、まあしかも分裂できる可能性があります。お、来た、マジいいの、これ裏だけほんとやめて。ザーク君は魔法カードが発動するとハオリュウ魂の効果を
発動できて、でザークをバチコルト除外してると、デッキからなんかバケモンみたいなやつが4体出てくるということですね。はい、覇王の魂の効果により、これどなんだろう、聖杯って何、聖杯って何これ、デッキちょっとわかんねえ、これどっちだろうこれ、まあ、クリスタルクリアウィングかな、聖杯ちょっとわかんねえ、クリスタルクリアウィング出す、あのね、モンスター効果無効にするか魔法トラップ無効にするかで出すモンスター変わるんだけど、モンスターだったらクリスタルウィングで、魔法トラップだったら、クリスタルクリアウィングなんですよね。はい、でなんかめちゃくちゃいっぱい出てくる、はい、1枚が4枚に増殖していく、はい、よしよしよし、いいぞアドバンテージバカ稼いだ。でこの処理後、この処理後よ、この処理後、影の出来上がりウイルスを発動で、その守備力が2000以上のモンスター、まあ全員だけど、をリリースすると、守備力が1500以上のモンスター全て破壊する。うおー、トゥルルルン、あー、ヌメロンだよしよし、でかい、ヌメロンネットワークリミッター解除羽根儲けね、ヌメロンネットワークリミッター解除羽根儲けだから、羽根儲けは無視してよくて、ヌメロンネットワークを無効にすればいいんだ。来た神ゲー、いいですよ、全然問題ないです、全然問題ない、もうなんなら羽根儲けにチェーン次元衝撃エクシズって言ったらおしまいだ、なんならな、羽根儲けいいだろう。まあ一旦次元障壁打つわ。エクシーズ、お前もエクシーズモンスター出すな。はい、黙ろっか。ちょ、一回黙ろっか。リミッター解除打ってもいいよ。打てるもんなのね。これ本当はね、闇のデッキ破壊ウイルスがあれば。つえー。デッキ破壊最強。デッキ破壊デッキ最近流行ってるらしいですね、ルーンとかいう、あれ甘いでしょ、ルーンとかいうデッキ、ちょっとリリース召喚するしかねえよ、これあれだな、これね、シャドウディストピア貼れないんで、貼れないときはもうしょうがないから、トラップビートしていくしかないですね。いやー、これデッキ破壊しちゃいます。これ一応ですね、ディアボロスと、覇王竜でこの2個こそ用意できるんですよ。だから、これ両方とも破壊できますね。実質。で、ディアボロス君を特殊召喚していく。さあ、リリースされた場合、ディアボロスは手札から特殊召喚できるというか、これ増時かな、なんだろうね。まあ、このタイミングだと増時か、OK。いいでしょう。まあ、これぐらいしか特殊召喚しないから、まあ、1枚ドローぐらいは全然。まあ、いいですよ。そんなに特殊召喚しないんで、このデッキ。さあ、ディアボロスを、まあ、守備表示で特殊召喚していく。まあ、ディアボロスもね、あのデッキ破壊ウイルス、これどっちも対応してますし、ハオールの魂で出てくる、まあ、ザークもどっちも対応しているし、なんならハオールの魂から出てくる、まあ、全モンスターが対応していると。はい、デッキ破壊ウイルス。はい、まあ、できればね、ハオールの魂の、墓地除外効果を発動したいんだけど、あの効果、うららめっちゃ踏むんですよ。まあ、そこだけが注意点ですよね。うん。さあ、どうする、どっちから打つか、どっちから打つか、これ迷いますけどね、これどっちから打つかめっちゃ迷うけど、またちょっとライフ半分払って、覇王竜の魂からのザーク爆誕させる、でさらにそこに対し影のデッキ破壊ウイルスを打って、一旦ディアボロスをリリースしてモンスターをぶっ破したい。1500以下の収録が、これね、影のデッキ破壊のね、いや何これ、怪獣か、怪獣、なるほど、かぐや、あ、強いじゃん、でも結構割と破壊できた。割と破壊はできたが、ちょっと待って、ガメラと村クモね、でセッカね、いやセッカは別にいいかな、セッカは別にいいか、セッカは別にいいや、セッカ撃たれるかもしれないしな、いやまあ怪獣でしょってくんのかな、わかんないですねこれ、まあでもどっちにしてもセッカは別に撃たれてもいいや、最悪いい。アタッカーがいなくなるのが一番やばいから、これリリースされてもどっちにしてもディアボロス出てくるから、はい、どっちにしてもディアボは出てくる、ディアボは出てくるからよくて、あー、いやセッカーの光ワンチャン打ってくんねえかなと思ったんでね。打ってくれるわけねえか、打ってくれるわけねえか、まあ一応ディアボロスは出てくると、今これ闇の出来上がり打った方がよかったな、多分闇の出来上がり、セッ
か。いやーでもアタッカーいなくなるのきついか。これさ、ドローしたカードがさ、守備力1500以下だと破壊できるんだよね、これ。これむずくね。いやーでもこれ、いやー打った方がいいけど、打ったらアタッカーいなくなる。バカむずい、これバカむずい。まあ、それはいいや。最悪ね、3000打点がね残ったらね、それはそれ強いんですよ俺。相手言うてさ、多分さ、もう手がないからさ、結構きついでしょ。オッケー。どこなんは？よし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 。よし。で、村雲プラスサンダーバードな。了解。うわぁ、それ当てられたらきついな。当てられたらきつい。いや、これ絶対打った方がよかったわ。ごめん。これ、闇のデッキ破壊打った方がよかったです。すいませんでした。サンダーバード。はい。対象は。特急か。まあいいだろう。まあでも、村雲だけだから、村雲だけなんだったら全然いいです。これ絶対打った方がいいです、これ。闇のデッキ破壊なんで俺打ってるんだろうな。逆に言うと。ちょ絶対打った方がよかった。まあ村雲は出てくるかな。まあ村雲はいいわ。村雲は最悪いい。ガメシールがしょられるぐらいだから。うん。まあ全然いい。問題はない。ガメシエル打点低いんだよな。こう闇のデッキ破壊でね、あのガメシエルがね、あのコストになるんだったら一番良かったっすけどね。まあ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 いいでしょう。そのくらいは許して差し上げましょう。闇のデッキ破壊を完全に打つべきタイミングを見計らった男によるディアボロスビートが始まるぞ。おっと、アリスちゃん来た。アリスちゃん、これアリスちゃん、これ打点ゼロか。出す必要ないか。でも召喚成功時、あーこれ強いな。召喚成功時にリリス出せんのか。いやでも後でいいか。ちょっと一回バトルしますか。大してダメージなんでしょ、これ一回しょって。はい、しょります。でメイン2入ります。でこれでデッキトップの相手のカード見てから闇の破壊打つかどうか決めればいいわ。アリス召喚成功時で、これアリスリリスの構えね。はい、アリスリリスの構え。3750しかないから一応守備で出すか。ちょっと危ねえな。でリリースでリリースしよう。アリスはリリースでアリスをリリース。ほい。でアリスの効果を発動。アリスはリリースされるとなんか攻守合計がなんかいい感じのモンスターを持ってこれるやつですね。はい。でか、これメタバースがいいな。うわ、ドキュー部隊か。いや、まあ、ドキュー部隊、まあ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 いいか。で、アリス効果発動。これでロリス持ってくる。いいぞ。いいぞ、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 いいぞ。いいんじゃないか。まあ、闇のデッキ破壊、ちょっと、残念ながら今打てないが、まあ、これでエンドフィーズだし。まあ、村雲、村雲だけしかないから、まあ、そんなにやばいことは起きないはず。で村雲効果使ってめっちゃ除外して出てくると、あと16枚でしょ。いやこれ相手も特殊召喚できんだろ。次16だろ。次これ次がラスト。これドローして15枚でしょって、でもう1回だからあと1回だけだなってくる。でサンダーバーディングで、まあ、これはどうせセットカード除外、あ、破壊するしかないから、こう出てくるか出てこないか、出てこれないか出てこれないからどうでもよくて、でセットカード破壊されるから結構どうでもいい。はい、どうぞ。でセットを破壊して、これは一時交換なので別にどっちでもいい。はい、で闇のデッキ破壊ウイルス。まあ破壊、これ打っときゃよかったらマジで。クソみたいなブリングしたわ、ごめん。で村雲のオロチでピートするしかないですね、相手。いいでしょう。なるほど、なるほど、なるほど。デアボロスか、デアボロス破壊するか。あー、そっちなんだ、なるほど。まあじゃあ一応リリース発動するわ。リリース発動して、でリリース自身をリリースすることによって、リリースをリリースすることによってデッキからトラップカードをめっちゃセットできるっていう効果で、まあ、一応ですね、まあ、一応メタバースがいいんだけど、ちょメタバースをめく、まあ覇王の魂もいいか、アタッカーなれるから、あー、まあ魂もいいや。 OK、 問題はない、問題はなし。さあこの3000打点は超えられない。よし、いいぞ。あいつは壁を作ることしかできねえな。よしよしよし、影のデッキ破壊ウイルス。まだまだターンは残っているぜ。よ、来た！シャドウディストピア来た！シャドウディストピアを外す。シャドウディストピアの効果によって、
お前のモンスターをリリースすることができるようになってしまったな。残念ながらな。ちょっと触ったな、まあ、いいや。で、悪魔城をリリースの効果によって、トラップカードを3枚、または6枚デッキに戻すと、3枚につき1枚デッキに戻しながらカードをドローできる効果がある。まあ、ちょっと一回闇のデッキ破壊術戻しますか。はい。フルルッフッフッいらねえ、いらねえ、バカみてにいらねえわ。で、これで、まあ、出てくる、次出てきたらもうマジで、デッキない。デッキない。デッキはない。そして、土球があって、覇王竜の魂もあって、で、シャドウディストピアも貼られている。相手これ絶望だろ。フリーチェーンでリリースする効果ないけど。土球、土球あるわ。土球あったわ。神だったわ。はい。で、エンドフェイズ。シャドウディストピアの効果は強制で発動するけど、あんま意味がない。さあ、どうしますか？さあ、村久保出しますか？出すしかないんじゃないですか？村久保出さない。なるほど。出すしかないんじゃない？大丈夫？で、石化が破壊されて、刺さりまくってるな。刺さりまくってる。よーし！ちょっと闇のデッキが打ったような、ちょっとプレミだな。なんかさ、いろんなデッキ使いすぎて頭おかしくなってきたんだけど、もう。なんかこの、毎日投稿してるとさ、なんかその1個のデッキ回す連動みたいなやつ足りなくなるんだよね。だね、なんかね、例えばさ、いろんなデッキ回す、いろんなデッキじゃなくて1つのデッキをずっと回してる人って、そのデッキのプロなんですよ。だから多分相当連動高くて、まあ、いろんなデッキに対する対応とかできると思うんですけど、僕ってなんか、その毎日動画を投稿している都合で、なんか1個のデッキと向き合ってる時間は他の人よりは短いんです。基本的には、ま、広く浅くみたいな、その他の人と違って深く狭くじゃなくて広く浅くだから、なんかその連動が上がんなくてね、それなかなかね、なんだ、使いこなしづらいよね、あの一つのデッキを、まあ、その浅く広くやることが一応動画のネタになるんで、まあ、ちょっと僕のチャンネルの都合上仕方ないんですけど、もうちょっとなんかその狭く深くやってみたいなっていう気持ちもあるんだけどね、うん、もそうすると動画ネタできねえからな、難しいですよね、このなんか非常にこの動画投稿者という性質上、やっぱね1週間にね7個デッキ考えるってね相当大変なんですよ。実は意外となんか苦労あんま分かんないかもしれないけど、みんな1週間に7個デッキ作るって言われたら結構大変じゃない？クソみてえなカードをサーチしてるけど、これもしかして、うんこ戦術される？やばい、メインフェーズ1スキップしろって言われた。キモ。燃え竹光くん、妖刀、あ、じゃあ竹光カードを発動すると次の相手のメインフェーズ1をスキップするという効果。キモ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 い、キショイ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 キショキショすぎ、ワロタ。しょすぎワロタ、雑談してる場合じゃなかったわ、キモエンドフェイズしか選べない、おいふざけんな、インチキだろ、インチキだろ、インチキだよこれ、インチキ効果もいい加減にしろ、腹立つわこいつ、何がおもろいねんこのゲーム。